フランス、パリパック、ルイ16世広場にあるカトリックの礼拝堂。フランス革命期、革命広場で、ギロチンによって処刑された人々は、マドレーヌ墓地に埋葬された。その中には、ルイ16世と王妃マリー・アントワネットもいた。1792年8月10日、民衆がチュイルリー宮殿を襲撃した際に殺害された、スイス衛兵の一部も埋葬されている。 1914年7月22日、フランス歴史文化財に登録された。最寄り駅は、パリメトロ9号線、サントーギュスタン駅。ボールトカイローレイ18世は、マドレーヌ・ボチア土地に、革命の犠牲者を記念する、礼拝堂を建設する費用を調達することにした。王は、 失政政府時代に公式に活動し始め、キャリアを積んでフランス第二帝政まで活動した、新古典主義建築の建築家、ピエール・フランソワ・レオナール・フォンテーヌをその任に命じた。礼拝堂は1815年から1826年に、かけ建設された。フォンテーヌは、自らの弟子たちを事業に参加させた。ルイ・イポリトルバは、検査官として参加していた。 伝統的レジティミストの G 運動として、毎年ルイ16世とマリー・アントワネットの安らぎのミサが礼拝堂で行われており、これはレジティミストの再結集とみなされている。礼拝堂の構造は、ベルサイユにリシャール・ミケが建てたラレーヌ修道院にいくらか触発されている。外側から見た建物は回廊の二つの宝廊。 小さなかんぽさんと宝隔絶した瞑想区域と並んでさらに高く囲まれた広場へ通じる門のある閉鎖されたものに見える。基本的に四中列の道理屋敷ポルチコから礼拝堂への行き来ができる。建物中心の設計はマルティリウムに似て建物が最も記念に適しているとみなされる部分である。それはギリシャ十字型をしておりペリスタイルによって和らげられた。 どっしりとした立方体をドームと半ドームで囲み、生み出された調和が高く評価されている。内部はフォンテーヌが気づいた日の打ちどころのない技術が、はっきりと示されている。キュルドフールと各天井を持つ三つのボールとは、ドーム最高部の丸窓から入る日光で照らされる。自然光は、ボールとの丸窓からのみ、惜しみなく注がれ、祈りを捧げる場所は薄暗い。 地下聖堂の祭壇はまさにルイ16世が埋葬されていた場所を示す。これはおそらく当時は独創的な教会建築であったと思われる。様々なテーマを扱う能力を持ち、古くからの専門用語を逃すことなく、過ぎ去った記憶を丁寧に称賛し、フォンテーヌは正確で古くからの儀式に則っ,った建築物を生み出した。フランソアルネド・シャトーブリアンは 食材礼拝堂をおそらくパリで最も傑出した記念碑であるとみなしていた。ルイ16世と天国を差し示す天使たゆまぬ信仰に支えられるマリー・アントワネット礼拝堂内には二つの顕著な彫刻作品がある。フランソワ・ジョセフ・ボシオ作、ルイ16世と天国を差し示す天使、ジャンピエール・コルト作、たゆまぬ信仰に支えられるマリー・アントワネットである。 フェリックス・フォーレ、リクス・ヨネア・イーストリック・デルズ・イ・モニュメンツ・デ・パリ、2003、P265 ハット、ノーム・プレミア・アーシテクト・デール、ムプ・アス・ウェル・エンパイアー、ピエール・フランソワ・レナード・フォンテーヌ・デ・イアのアーシテクト、ジュロ・ア・スー・ラ・レ・ストロス・ヨン、ビジット・ジュ・モニュメント、ウンテクスト・アラ・ディスポジション・デ・ビジット・ア。ありがとうございます。